こんにちは、アリアです。ひめかです。今日は筆箱の中身を紹介していきます。イエーイ。じゃあまずひめかから。はい、私の筆箱はこれです。かわいい。クリアでラメが入っててロゴも可愛くて、流行りのピンクとボンボンが可愛いので買いました。中身はこのペンはセットで、ピンクロテさんの店舗に行った時にありました。キャップのロゴがめっちゃ可愛いです。消しゴムはまだ使ってないんですけど、これもピンクロテさんの店舗。あ、くまちゃん可愛い。これはお友達からもらって、薄付きだけど2色入ってて便利です。これももらいました、黄色とピンク。これはパイロットのシャーペン、水色がこのクリアから見えてたら可愛いなと思って入れてます。ボールペンはディズニーで買って、シンデレラが大好きなのでいろんな色が入ってていいです。付箋とクリップももらいました。これはこのペンを買った時にこうやってついてて、見えてたら可愛いなと思って入れてます。これはガチャガチャで200円で買いました。すごい音する。癖になるので皆さんもぜひ買ってください。筆箱についているファーのポンポンは、こういうバッグにつけてもとっても可愛いと思います。皆さんぜひ真似してください。じゃあアリア。はい、私の筆箱はこんな感じです。ここにドラえもんとキティちゃんがコラボしたキーチェーンをつけています。はい、では中身見ていきます。まずはこれ、私お気に入りの鉛筆削りです。なんか香水みたいな形でとても可愛いです。次は私のお気に入りなこの消しゴムです。リップじゃないの？リップに似てるんですけど消しゴムなんですよ。可愛いでしょ。こっちがクリーム色で、こっちがピンク色です。次は鉛筆を紹介します。私の気に入っている鉛筆はこのすみっこ暮らしの鉛筆です。すみっこ暮らしの鉛筆が3本あって、すみっこ暮らしも好きです。で、次に紹介するのはこれです。これはハサミなんです。かわいい。はいで、あとノリとマイネームです。なんかこれ体操福袋この柄はい、以上です。最後に今日紹介したものの中で私たちのお気に入りのものを紹介していきます。じゃあまずひめかちゃんが。私のお気に入りはこののり巻きのブチュって出る音が好きです。ハマりますね。ハマります。ちょっと気持ち悪いけど壺に入ります。しかもガチャガチャでどこでも買えるし、200円とめっちゃお手軽価格なので、みんな買ってください私のおすすめはこれの可愛いやつです。これはスイマーで買ったんですけど、最近閉店しちゃったんですけど、私はこれが大好きなのでおすすめします。以上です。もしこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。